こんにちは、まやです。今日の企画は C のこんにちは紹介。久しぶりに C を爆買いしたのでコーデを組みながら紹介していきたいと思います。今回は、まやが普段で着るような私服っぽい服と、あとはいつもやったら着ないような挑戦する服も少し頼んでみました。ちなみにまやの身長は今160センチで、いつも買うサイズはボトムスはだいたい S サイズで、上も基本 S かな。なんかシーンで買うときはレビューを見るようにしてて、 S か M かのどっちかをだいたいレビューを見ながらいつもサイズを決めています。じゃあ早速着替えていきたいと思います。レッツゴー。じゃん、かわいい。この T シャツめっちゃかわいい。こんな感じ。下は普通のスウェットで、上はちょっとピチめのかわいいリボンの T シャツ着てます。これ生地がめっちゃすごくしっかりしてます。かわいい。下のスウェットはもうこういうのは何枚持っててもいいですからっていう風に前のシーンの購入品紹介でも多分言ってるんですけど、いっぱいグレーのスウェットはお家にあります。また買いました。かわいい。はい、次行きます。次のコーデはこんな感じです。かわいい。どうですか？かわいいですか？まあ、夏は基本もう T シャツしか着ないので T シャツを今回はいっぱい買いました。で、このスカートがめっちゃ可愛くて、ここで調節できる、キュッてできるから、ちょっと短めがいい子とか長めがいい子とか調節できます。ここで唇の T シャツと、かわいい。このカバンかわいいね。ちょっと今っぽい韓国風のバッグです。かわいい。こうやって肩から下げれるのがいいよね。かわいいです。うん、お気に入り。かわいい。ちょっと最近太ったというか、まなまなにも太ったって言われました。足がちょっと変わったって言われました。ちょっとムチムチになりました。許してください。あんま足を落とさない。ブーツ。通る。通らなくて。はい。とブーツ。早かった。ブーツがこんな感じ。可愛い。まあ一番使いやすくて履きやすい感じの形の黒のブーツですね。これは何にでも合わせれるから1個は持ってて間違いないやつです。かわいい。はい、じゃあ次のコーデいきます。こんな感じです。はい、珍しく赤を着てみました。この羽織がもう真っ赤っかの赤で、ここがひらひら乗ってて、ここもかわいいです。ギリこの時期も着れるかなぐらいの、中にキャミ着て涼しげな感じです。かわいい。赤は あんまりっていうか着ることないので挑戦の色です。パンツはもう真っ黒のデニム。かわいい。こういうのが一番使いやすいから何着持ってても困らないと思います。ウエストもぴったりぐらいで、この丈感もいい感じです。中のキャミソールもシーンです。かわいい。で、ブーツを合わせてます。次はこんな感じです。一番マヤが普段から着てそうな服装がこちらです。かわいい。普段使いできしやすそうな、この一番使いやすそうな T シャツと、ちょっと
色が入った帽子、これも可愛い。なんかここら辺とか破けてて可愛いです。こっち系のデニムよく履くんで、それにいっぱい合わせやすそうな感じの色味、可愛い。一番マヤっぽいかも。可愛いです。これお気に入り。 T シャツ可愛い、すごく可愛い。ちょっとグレーなので汗、あの脇汗染みないように気をつけながら着たいと思います。可愛いです。こんな感じ。可愛い。リボンが2つついてて、すごいおしゃれ。ここはこんな感じ。可愛い。ちょっとだけ厚底気味になってます。可愛いです。じゃーん。わ、こんな感じです。かわいい。ちょっと Y2K っぽい感じ。こういう編み編みのニットみたいな大好き。韓国でもね、こういう服いっぱい買ったの。かわいい。季節あんまり考えなくていいし、程よく肌見せできてすごいいいです。かわいい。これ結構首元広めでこうやってがっつり出したり、こうやってフシュルっぽくしたり、いろんな着方ができると思います。で、このパンツがカーキっぽい色なんですけど、でっかい紐がついてて、ポケットもいっぱいついてて、これめっちゃ可愛い。おすすめ。これめっちゃおすすめ。可愛い。いっぱい履きます。どうですか？かわいい。はい、じゃあ次着替えていきます。次はこんな感じです。かわいい。こんなんも前持ってないんですけど、めっちゃ可愛い。これ何？ユニフォームっぽい感じ。可愛い。これ半袖で可愛いです。とてもお気に入りになりました。ここがシルクっぽくて、ここがメッシュなのかな。だから中にインナー着なきゃいけないんですけど、でも涼しげで可愛いです。どうですか？かわいい。パンツはちょっとラフな感じで合わせてみました。ポケットついてて、ちょっとデザインがあってかわいい感じのデザインになってます。どう？サッカー部とかにいるのかな。うん、バスケだ。バスケか。バスケっぽい。何それ？そんなパスの仕方する？バスケっぽい。かわいい。はい、じゃあ次いきます。こんな感じです。かわいいロングワンピースです。カーキと黒のチェックの感じで、すごい可愛い。なんだろう、生地がめっちゃ気持ちよくて、夏にもってこいの生地って感じ。ぴょんぴょん。可愛いです。この中に着てるのもトップスなんですけど、めっちゃいい感じ。この合わせるのにちょうどいいぐらいの感じ。可愛い。可愛いです。ちょっとやっぱり太ったな。やっぱりちょっと太った。ダイエットするので、コメント欄に厳しめのコメントお願いします。はい、次最後着替えていきます。次のコーデはこちらです。
こんな感じです。かわいい。かわいいよ。この紐は垂らすのかリボンするのか分かんなくて、ちょっと放置です。どっちにしてもかわいい。多分かわいい。結構ぴっちりめの T シャツに、これは何色っていうのかな、黄土色のスカートです。これはインパンついてません。さっきのはついてた。かわいい。前が透けそうなコーデだね。かわいいです。やっぱりこういう T シャツが大好きで、夏はもうこういうのばっかりですね。かわいい。おしまい。はい、ということでチーのコーディネート紹介でした。どうだったでしょうか。まやがいっぱい着そうな服とか挑戦な服とかいっぱいあったので、今年の夏はいっぱいチーの服も着ながら楽しみたいなと思います。可愛い服ばっかりだったので、ぜひみんなも真似してください。詳しくは概要欄も見てください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。